吉田さん、なんかね、YouTube で、iPhone の13ですかあれを1000台買ったんで、えー、視聴者さんプレゼントしますみたいな企画があったような気がしました。1000台ともなると、なかなかの金額ですよ。ちょっと計算するのはめんどくさいんですけども、なんか、1000万とか2000万っていう単位じゃないですかね、総額で。なかなかのもんですね。あとなんか、吉田さんがね、いろいろ言われてたんで、面白いなと思うのは、その、潰れそうな駄菓子屋さんの駄菓子を全部買い占めて、 それをなんかプレゼントとかね。なんかそういうのも面白いですね。あの、サンタクロース企画とかネズミ小僧企画みたいな感じで、うん、いきなりサンターみたいなね。私、逆マネーのとらちょっとね、やってみようかなって気がしますね、手始めに。あの、欲しいものと金額をちょっと募集して、で、なんで欲しいのかっていうのもね、あの、書いてもらったり、まあ中にはね、動画で訴えてもらったりとかして、まあそれをみんなでシェアして、で、投票してみるとかね。 で、金額が高ければ高いほど、あの、受け入れてもらえないかっつうとそうでもなくてね。金額が安ければ安いほど通りやすいかっつうとそうでもなくて。なぜなら、1万円払おうと、100万円払おうと、私のね、金銭感覚、いつもだったら困りますけども、例えばたった1回だったらどっちでも同じですからね。これなかなか面白いなと思いますね。ちょっと今年、どっかで挑戦しようかなと思います。まあ、すぐにはね、ちょっとそう、すぐにやる気はないんで。 いい企画だなと思ったんで、どのシリーズでいくかなんかじっくり練り込んでね、やってみても面白いなと思いますよね、うん。なんかね、今までネットビジネス系でこういうのがあったなっていうのは、100万円相当のデジタルコンテンツをプレゼントしますみたいなのがあったんですけども、あれって結局、なンダーで終わりますからね。だから実際、リアルな物体をプレゼントっていうのはなかなか面白いんじゃないですかね。ああなんか近くの,その中カルオリアを なんかね、全部おごりますみたいな感じでそしたら中華料理屋さんの売り上げって1日で10万円ぐらいじゃないですかそしたら10万円分そのお店のね、食材がなくなるまでおごることこれは可能じゃないですかねこれなかなか面白いんじゃないですか広告かなんか打ち出してそういった中華料理屋さんと提携して漢字は全部僕が払いますって感じで全部つけてもらってね で、なるべく多くの方にお知らせしてもらって、で自分でも YouTube で喋って、当日誰が来るかわからないけど、食べて帰ってもらっても全部帳面つけてもらって、後ほどね、請求してもらうとか。で、それをなんか、YouTube 放送するみたいなね。なんかいろいろ浮かびますね、やっぱりね。あの、自分のお金は自分で使うものみたいな固定概念外すとかなり面白いことになりますね。いってらっしゃい。